皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回もエビル高校野手でやっていきたいと思います。ポジションはキャッチャーですと。で、前回のねガチャで PSR の星空星光くんを手に入れることができましたので、微妙に覚醒させてます。金のねきらめきをね1個も突っ込まない状況でとりあえずいけるとこまでいった感じかな。得意練習率アップは 10% で、精神ボーナスは7ですね。これ4から7まで一気に3上がったのかな。これ本当にさ、解放3進むと助かるんだけどね。で、あとは PSR プラゴの佐伯さんをお借りして守備条件アップで、国樹くんがミート上限アップで、レイリーが補給上限アップの3点突破を目指したいんだけど、まあどうかな。補給がねいつも伸びないんだよね。で、あとは、先駆けくんと夏ナッチです。彼女はいません。まあエビル高校はね彼女いてもいいと思うんですけど、まあいなければタックの数が増えるんで、まあどっちでもいいような気はします。彼女がいるとね体力に余裕がちょっとできてくるんで、そこが助かるかな。じゃあまずはコツ、北樹くんか。これちょっとコツ欲しい。普通にパワーヒッターが欲しいんだよね。アウトコースか。で、あとこのソウルセミタリーね、やっぱりナッチのいるところをちょっと意識しつつやった方がいいかなと思っているんだけど、ナッチがそもそもいないんで、国樹かアウトコースは取れないよねこれどう考えても。で、黒金もあるわけじゃないので、じゃあちょっと普通にダンジョンをやっていきましょう。レンジャー2っていうのがね、ただどうしてもレイリーがレンジャーなんで、レイリーは外すわけにはいかないじゃないですか。で、そうすると国樹入れるともう絶対レンジャーが2になるんでね、今の段階だとレンジャーは2いらない気がするんだよね。まあ、なんでかっていうと総力上限アップがないから。総力をちょっと捨ててもいいような気もするけど、星空星光くんはねあれが欲しい。キャッチャー練習会コツとか狙っていくとやっぱり精神が枯渇していくかな。いや、でもキャッチャーコツなしって無理だよね。筋力と足か。死んじゃうけど、死んじゃうけど先に黒金取ってもいいような気がするんだよな。黒金じゃねえや、ダンジョン。カロリーバー使ってれば行こう。シラスとメカニクスのあれは絶対外せないよね。まあ、メカニクスがね2人で済むんでそこはかなり楽。こいつ入れるだけでねメカニクスが2人になるからね。で、回収できるっちゃできんのか。まだでももったいない気はするよね。黒金が全くだな。寝ようかな。どうしても最初ね寝るのが増えちゃうんだよね。ここで彼女キャラを入れてればある程度彼女キャラの回復を狙って体力を維持しつつ練習ができるんで、星空星光くんか、欲しい。ただ黒金2も悪くないよな。いや、黒金2だな。ちょっとここからおいで、結局 OK、 タックフィニッシュ。守備は今回結構ねいけると思う。回数的に早い。何がなくなった。まあいいか。国樹か、黒金か。ここもなくなるな。メンタルは2人。いや、ただな、明鏡はマジでいらないけどな。ナッチがいるのか。やっとこう。いや、なかなか難しいよね、デビルは。どこが最適解になるのかっていうのが、なんかここもいいし、ここもいいしみたいな感じになるんだよね。明鏡か。だったらちょっと回収しとこう。監督評価もちょっと上げとかないとね、いけないからね。
いや、ここも回収できるな。 SG か。 SG はあって損はないからね。で、あと1人黒金が。で、ここは一番上にしてチームメイト評価を上げていきましょう。序盤だからね。いや、よく来るね。よく来るけどナッチがいねえんだよな、肝心なナッチが。まあやっとこう、黒金だし。お、いいね、パフェパフェパフェ、マジでいい。これ回復量とあと何気にね、評価も上がるからね。さて、そっからまたいけるな。ただ先に評価上げもしときたいんだけどね。いや、でもやっとく。先駆けのコツはそんなに必要じゃないからな。いや、星空星見すげえなこれ。あ、意外性もう使おう。データ分析、まあ、やっぱりね、キャッチャーはね、どうしても最低でも球界の頭脳は欲しい。で、1で取れるものとかないか。潰せるものだけ潰しとく。上から順番に、いつもの通り、いつもの悪球打ち。ダイダー、いや、ダイダー潰しちゃおう。レイリーとかいるんだけどね。ムードも潰しちゃおう。で、フォームシッシュ、プレッシャーラン、気分屋は毎回取らない。で、アウトコースも掴んじゃいます。盗塁アシスト、こんなもんか。さて、メンタルはいらないな。太平楽3人か。太平楽もまああって損はないものだからね。アベレージヒッター。で、国樹くんはね、今回スト層が欲しいんだよね、やっぱりキャッチャーだから。で、レイリー1回目か。2回目が進んだらちょっとミートを上げますか。回復ができるんでちょっと回復をしていきます。影響とね、パワコンはマジでいらないからね。ここで高校が増えたんで、モテを盗め。これどうしようかな。なんか一番上が結構経験点もらえるんだよね。やる気が減るけど、コツとかなんかあったっけ。まあいっか、肩がなくなりましたと。走塁が結構取れんな。ただナッチがいないんだよね、例によって。32か。筋力、いや、ちょっとナッチ、ナッチそもそもまだ強化上がりきってねえし。あ、これあれだな、下これでキャッチャーのコツが1だけど手に入ったと思う。てか、なんか思ったんだけどさ、これもうダンジョンとか使っていいんじゃね。じゃあ先に黒金使おう。ダンジョン残しておく意味ないよね。あー、これタックフィニッシュが決めらんねえな。決めらんねえけど、ちょっと回復用にやっとくか。おっとっと、2回目が来た。上げとこう。ミートでいいんだよね、なんとなくミート上げてるけどさ、毎回毎回。どこまで行く？ C、B まで上げとこう。で、ソウル攻めたり。あれ、こっちか、こっち使っちゃおう。打撃2人。国樹がいるか。ここロックしときたいね。ちょっとロックしよう。インコース、インコースとアウトコース、めっちゃ勝ち合ってんな。星空星光くん、あ、技術足んねえや。アベレージヒッター潰そうかと思ったけど、肩いけんな。 18% か。ちょっと安全性を取ろう。おい、
でチッと取った。盗塁。もはや何のコツが来てんだか分かんねえや。精神力、ちょっと精神を少しでも欲しい。85とかすげえな。これは無理だよな。一回寝るか。あー、パフェがここで発動したか。ちょっともったいなかったね。クリスマスとねバレンタインが何にも起きないからね。どうしようかな。こっちやっとくか。よし、キャッチャー、これキャッチャー潰しちゃおう。ダンジョンは単純にね経験点上がるのがいいよね。経験点高いキャラとかだとすんげえもらえるし、これだけでも全然悪くないよ。よし、じゃあキャッチャーコツはつかみます。阿部ひもつかもう。3人か、確かに3人は悪くないやろう。冷静からの2人。ここはあー、しらすか、ロックしとこう。しかもナッツいるしね。これ2回目か。一応ハイボールヒット、あ、結構経験ってくれるな。なくなったけど、いける、27か、微妙。8%、3人か、前どこ。完全にもう体力ないけどね。すぐ体力がなくなるよね。これを2回目。星空星見つけ、そや3回目体力減るんだよね。ちょっと寝る、寝るのが多い。精神が下げられた。どうすかな。あ、ここ結構取れるっちゃ取れるな。いやでももう一旦いけるか。じゃあロックしとこう。シラスをロック。ここも下にしよう。下が安定だよね。矢部くんナイス。とりあえずマイナスにはならなかった。で、名器を手に入れたけど、ここが取れるといえば取れる。あ、どうしようか。ナッチを回収していく気がすんな。ナッチ回収しよう。ここ誰、レイディーか、こっち。逆境本類生還。カフェの3回目か。食え、食い尽くせ。 OK、 いや、ありがたい。パワーヒッターもマジでありがたい。走塁がなくなった。こっちもやりたいけど、こっちもやりたい。ここは無理。筋力すげえな。あ、でも精神来てるか、ナッチ。てか経験点が普通にすげえな。ローボールヒッター、補給骨をくれ、補給骨を。経験点普通に高えな。あ、これでメカニクスもやっちゃおう。ロック完了。で、佐伯さん、打て、頼むぞ。 OK、少しか、まあ、しょうがないといえばしょうがない。いや無理だよこれ。どうしよう。うわー、サボり癖か、最悪だ。サボり癖はもうマジ最悪。いけるか、サボんなよ。よし、とりあえずサボんなかった。これで OK。 でスイープ取ったでしょ。
で、ここは上きっついけどストスを取りに行きます。いやー、なんかサボりそうな気がすんだよなこれ。ちょっと一回揃えるだけ揃えよう。いいにしておこう、全部なんとなくね。肩とかマジ弱えな。で、こっから守備力を上げていく。どうしよう、体力は満タンなんだよな。イベント発生率アップとかいるか、一応使っとこう。なんもねえし。で、守備やりたい、守備やりたいんだけど、サボるな。吸収したってことはサボんないかな。いや、星空星光くん結構いいぞこれ。来るよねタックに。一応ここも成功と。ただね、これ一番やり1以上で取れないっていうところがちょっときついよね。どうすっかな。ここはちょっと通院します。マジでやだ。ラブパワーがないんで、もう通院しないといけないんで。で、満塁男、ここかなり掴んだ。でも4月か、なんだかんだで4月か。回収しよう。ここはてか全然ここら辺が回収できてない。固め打ち、体力減ったけどしょうがない。てか、いや、星空星光くんマジすげえな。もう一旦持つかな。ここは持つよね多分。ここも持つよね。ソウルセミタリー回復系がないんだよな今んとこ。レイリー2人か。いや、だったらこっちロックしとこう。てか次来てもこれ 40% とか無理だぞ。40残しとけよかった、体力を。これは完全にしくじったな。いや、逃走。ほい、どう、わかんねえ、切ったんだけど。満塁男ヒートアップ。これ何、どっちがいいんだ。上でもなんか失敗するとあれだよね。あぶねえ、やる気が減った気がする。これ体力奪われんだよな。まあ、いや、やろう。これなんかいいのある。少しか、ちょっとあれが分かんない。これは無理、これはさすがに無理。めちゃくちゃ経験点取れるけど死んでしまう。ちょっと守備力を上げていこう。あ、100じゃねえ、99。補給骨が来てないんだよな。もう寝るしかないよね。だって50ってさ、これ次練習できんの。お任せしよう。もう金徳にね、ダイブ精神持ってかれるからね。回復系のイベントはこなしちゃった気がするんで、メカニクス手に入れたけど。太平楽か、 15% だよね。一回メンタル挟むか。寝てもよかった気がするけど。何回寝てる？だいぶ寝てるよね。ブレインマッスルはいらんよな。肩は一応、いや、どうする、ロックしとこう。一応金徳は欲しい。あ、これ回復できんな、スープだけ。これ安定して回復できるよね。別に成功とか失敗とかないと思う。で、 SG を手に入れたんで、
総力ロックしたい気もするけど、一応ブレインマッスル。あ、そっか。で、5月3週、6月。いやー、ちょっと待って、足がロックできねえな。ここ、やっとこう。さて、ここからマジで回収に走りたいけど、一応波動でとくか。残り3回。あれ、俺結局、うわ、太平楽まだ取ってねえのか。で、ここが何にもない。マジか。いいや、メンタルでいこう。もう一人来ないマジで来ないんですけど。じゃあこれ金特が2個ないか。何がなくなった。いや、来なかったわ。ここはね、ちょっとこれ回収したい。技術足りてる。まだミートが B だからね、そもそも。ストソー重っ。もう一回取るしかない。9回の頭脳も重っ。で、満塁男はまだ最後にこう作れるでしょ。さらに、独身術も重てえな。1枚やりも重てえし、ヒートアップも取ろう。もスイープ、2人いる割には足が足りてねえな。今頃来ても遅い。技術が全然不足してる気がするんだけど。いや、経験点が足りない。回復50使おう。筋力の300はマジでいらなかったな。でもまあ、そこら辺はしょうがないよね、本当に。あとは試合経験点ボーナスでどこまで伸びるか。パワー D だし、よく見たらやっぱり筋力必要だったかな。筋力を上げる技術がないんだよね。幅広はもう1で取るしかないからな。そうすると、闇のってさ、意外に点取られるよね。なんかしんねえけど。さて、じゃあ技術を取るでしょ。これでミートを上げきっちゃおう。え、上げきれる。いや、全然足りねえんだけど。ちょっと待って、 A にして、パワーは C は欲しい。で、守備。あー、いいね。なんかすっげーいっぱいいるすっげー経験点くれんだけど、ありがたい。もうテストとかいいじゃん。こんなさ、甲子園マジか。どうしようかな。いや、こっちだな。で、さらに彼女がいないってことは、最後のエピローグ経験点ももらえないからね。補給骨なしか。ちょっと上げられるとこまで上げていくよ。結局 S。 ギリギリ3点突破いけるけど、そもそも金徳の数が減ってるからな。金徳4つはきついよね。
3つは確保したかったんだけどな。追う展開で迎える2回、まあ、やっぱり9回の頭脳とストソー両方取るっていうのはだいぶ辛い。エビル追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面で、あと試合でひたすら点を取っていく。エビルリードで迎える6回です。で足はもう捨てるしかない。ホームランを放っている安江、きたー、いったー、入った。エビルリードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている安江、あーどうだ、一気にいったか。エビルでパワーもちょっと捨てるか。やっぱキャッチャー能力てか肩いくつ、肩もしょぼそうだな。うーメンタルに来ない、来てない。31は無理。ちょっとなんもないよね。もうとりあえず筋力もらっておいて470、一応パワーヒは取っておこう。あって損はない。満塁男も意外に精神使うからな。他てか敏捷も全然足りてないんだけど、一番やりは取ったけどスイープを取ってないからな。メンタルしよう。スカウト3評価もちょっとだけ上げとこう。よし、一応精神10稼いだ。OK、 祝福か。祝福は忘れないうちに取っとこう。いくら安いとはいえ、で守備 OK。 いやミート無理だな。ちょっと待って、先に補給を上げちゃおう。行ける方から行こう。あと精神か。だったら精神ひたすら稼ぎたいんだけど、ちょっと精神ひたすら稼ごう。もうしょうがない。試合はあと3回。300はいけるかな、全経験点で。その300でまずスイープを取るでしょ。敏捷300減らして300っていうか、まあ、200いくつだけどさ。でミートだな。問題はノーアウトランナー一塁という場面だね。キバがいなくなってんだ。そういえば4回の裏エビル攻撃に入ります。この回のトップバッターは安江、投げました。うわー、詰まってしまった。取りました。これでワンアウト。もう一回打たなければ。カーブ、6回です。バッター、どうするカーブ。投げた、狙う。独身術があればなんてことはない。闇の横道、なぜお前は毎回そんな点を取られる。ノーアウトランナー一塁という場面。これはいい当たりだ。左中間を受けず、入った。エビル、あ、しまった、あれ使ってねえ。もったいねえ。ちょっと待った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 、なんか少ねえなと思ったらこれ使ってねえわ。しまった、やっちまった。これ待てよ。やっぱこっち星空星光くんがいるからな。精神ちょっとでも稼がなくては。いやー、もったいないことした。102にしたいからちょっと16使うけど、足りるか。すげえギリギリっぽいんだけど。恐怖の満塁男がそうすると取れるかどうか怪しくなってきたな。お待たせいたしました。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で初球を打ったサード、これは守備範囲。エビル追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で安江、三塁のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、こうか。投げた、いやマジか。ゲー、うめえ。さすがセカンドうめえわ。こいつら。ツーアウトランナー二塁という場面で。よし、まず一本。ちょっともう一回。もう一回ホームラン打たないと話にならん。エビルリードで。せめて二本。先ほどツーランホームランを放っている安江。投げた。よし。危ねえ。お、今回は抑えてくれたな。よし、これで123、ちょうど200台。
これした。ちょっとでも経験点を稼ぐ。ここ31か。星空星光くん、まあまあまあ悪くない。上げられるだけ上げとこう。どうだこれ、なんかわかんねえ。ほい、インコースとかもう今更いらん。で、あと取ってないのはスイープってさ、ちなみにさ精神使うの？精神は使わない。普通に臨床は1足んねえわ。ただまあこれでスイープは問題ないな。スイープは問題なくて、ミートが102に行って、かつ満塁を取んなきゃいけないから、アーサーから打たないといけないんだよな。高速シュート苦手なアーサー。第3球を投げた。ぶつかりばっかり。高速スライダーここ狙っていこう。この回の先頭バッターは安江。行ったでしょ。打ったちょっと危なかったけど。独身術だな。ツーアウトランナー一塁という場面で安江。高速スライダーこれも狙っていこう。これから2球目。あ、これ無理だ。高速スライダーボール外角へ。高速シュート。投球は3球目投げました。いやーパワー不足だな。ヒットボールはセカンドへ。タッチはセーフ。ギリギリだ。足遅いかんな。よしここエビルリードで迎える。もう一本。ワンアウトランナー一塁という場面で安江。第2球もう際でえな。第3球を投げました。よし行った。そうパワーそんなないんだよね。よし最後の20ポイントもちょっとでも稼がないとね。とにかく精神145でかい。めちゃくちゃでかい。これ筋力が余りそうだね。その代わりで20ゲットしてここ 40OK。 ただ佐伯さんがちょびっとだけくれる、かつ満塁男もくれる。うわキキって1枚いかないか。まあ、ちょっと精神を意識しすぎた結果だけど、ちょっと待ってね。まずはミート102。あ、これ満塁男いけんな。満塁男取るでしょ。でちょっと待ってね、さすがに肩なさすぎでしょ。ちょっと B、 いや本当は A にしてえな。ただパワー C っていうのもなちょっと余ってるからこうか。で、あ、しまった。スイープ取ってねえや。危ねえ。で、あと取れんの何かある？インコースとかもめちゃくちゃ安いな。あー、守備職人も惜しかったな。ロボルヒッターでも取っとく？一発逆転が取れそうだね、多分。怪我しにくさか。いや、いろいろコツは取ったけどさ、ちょっと一発逆転しよう。あれ取れっかな？逆境取れるわ、ギリギリ。まあこんなもんかね。 S 級か、 SS に乗っけたかったな。固め打ちっていうか、なんだっけ、固め打ちの上位が1個金徳落としてっかんね。いやこっから上り竜はちょっと無理だな、さすがに。全体的に経験点が足りてないから、なんかもう少しいろいろと見直さなきゃいけないか。なんだかんだで総力も足りてないしね。というような感じで、まあ球界の頭脳とやっぱストソーがね、まあ重いっていうのは、しょうがなかったところはありますけれども、うん、こいつ一応予備だね。予備として、使っていこうと思います。やっぱ使うかどうか分かんないけど予備だから。まあそんなわけでね、まあ、国樹くん、まあ、確かにミート条件アップがあるのはいいんですけれども、レンジャーにっていうところがね、なかなか厳しいところになるかと思います。で、星空星光くんはね、覚醒させればね PSR 悪くないと思うんだよね。これでさらに精神がマックスになって、得意練習率アップもマックスになって、練習効果アップ30がつけばエビルではかなり使えるキャラになるんじゃないでしょうかという印象ですね。
そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。